どうも、こなまるです。きーたろです。今日のこなまる TMI は、まあ、今日じゃないんですけど、今日じゃないんかみたいな。月見バーガー今いっぱい出てるじゃないですか、世の中に。うん。なんか、ツイッターで軽くさ、アンケートもさ、取ってみたりしたんだけど、結局、マックもモスもケンタッキーも全部食べました、3種類。いいなぁ。ね、モスバーガーしかもさ、なんか今販売停止になっとるよね。そう、なんか人気すぎて、なんか休止みたいになったね。うん。でもちなみに、すごい美味しいんだけど、バーガーっていうよりは結構別物の、なんかホットドッグ的なやつだったわ。あー、ウィンナーだもんね。そう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 。でもすごい気になっとるモス。でも、この丸のおすすめはケンタッキーです。あ、ケンタ食べたことないかも。なんかあの和風カツの月見バーガーがあって、それが結構いい感じだったよ。あー、和風カツは食べたことある。あ、それに月見が乗っとるんだ。うんうん。やば、美味しそう。ね。ねえじゃないよ。マックのはね、もうこの秋3回ぐらい食べたかな。結構食べてた。結構食べてた。え、全種類、3種類食べたん？いや、それがね、3回ともチーズ。ねえ、すき焼きは試さないんですか？ねえ、すき焼きね、なんかこの前に聞いたよね、どうだったかって。うんうん。うん、そうだけどまだ試せてないん。終わるよ、もう。知らんけど。そうだね。終わる前には食べるわ。うん、ちなみにパンが違うからね。あ、そうなん、すき焼きは？うん、そうだよ。へえ、マジで、それは早く食べんなじゃん。じゃあ今回はね、BE:FIRSTが歌コンに出演したので、そちらの感想いってきます。いや、なんか今回初出演だったらしいけどさ、すごい良かったね。ね、めっちゃ良かったね。なんか、トークとかはそんなに長くないんだけど、なんか、この NHK だとさ、もっといろんな人にさ、広がるみたいなイメージあるじゃん。その、今までと違う層に。うんうん、いや、そうだね。うん。で、それでいてさ、やっぱ生歌だし、やっぱめちゃくちゃうまかったもんね。うん、そう。そうだね。いや、ほんとさ、トークも、りょうき、じゅのん、りゅうちゃんの3人だけではあったけど、うん、なんか、氷川きよしさんとの絡みもあったりとか。うん、うん。うん。あとやっぱそう、さっきこの丸も言ったけど、なんか NHK っていうやっぱさ、なんかちょっと紅白意識するとこあるじゃん。はぁ。そうだね。僕はほら、紅白オタクだから。そうだね。そう。そう。でさ、結構、歌コンって結構厳格な番組っていうかさ、割とね、なんかあんまりバラエティ要素は少なくて、淡々とさ、歌披露みたいな感じで、結構、格式高いイメージもあるし。なんかそこに出られて本当よかったよね。確かに。そっか、格式高いんだ。全然、NMB とかで撮る、見とるんやけどな。いやいや、そうそう。いや、なんとなくね、まあ、NHK ってだけでちょっとなんか、ね、うん、NMB 出とったんですよ、今。あ、でも NMB 紅白出たことあるから。そうだね。ちょっとさ、てか紅白そうだよね。え、もうそろそろじゃない ?10 月、11月ぐらい発表は。うん、そうだね。まあ、最近どうだったっけな。うん、でも10、11月ぐらいにはもう発表。うん。なんかさすがに出れそうな気がするけど、今年は。ねえ、なんかさ、なんかちょっと広がりやばいじゃん。うんうん。うん、なんか結構一般層にもさ、広がってるっていうか、うん、うん、あらゆる指標でも高いから、なんかそうだね、期待しちゃうよね。うん。やっぱあの、バイグッバイがすごい大ヒットしたのが、うんうん、ね、めっちゃ良さそう。うん。いや、そうだね。なんかそわそわするし、なんかつい期待してしまうけど、ね、なんか、どうなるかね、ドキドキだね。いや、確かにドキドキだね。うん、うん、でもそうだね。やっぱりその、社長がさ、その、社長の記事の動画でも話したけど、やっぱさ、そのドームまでのステップアップっていうかさ、うんうん、やっぱその国民的っていうの、一つにはやっぱりさ、紅白出場もさ、あるじゃん、やっぱりどうしても。うんうん。うん、だからやっぱり叶えてほしいところではあるよね。うん。なんかさ、まあ、さっき言ったけど、トークのところでさ、りょうきがあの、氷川きよし先輩とさ、こう、うん、絡みみたいなお話されてたじゃん。うん。なんか、あの感じすごいさ、りょうき、懐に入る感じ？その、先輩に。先輩の懐に入る感じの、なんかトークうまっと思ってさ。うんうん、ね、自然だったし、なんかすごいエピソードとかもさ、具体的な話？なんかインスタ見ててとかさ、インスタの投稿の内容とかまで言ってたじゃん。うんうん。うんうん、いや、ほんとりょうき、すごいよね。ね、そりゃさ、ゆうたひょんもさ、なんか親友みたいな感じの、ね、うん、ところまで持ってける、持ってけるって何そう、自然になったんだろうけど。うん。なんかそういうのをなんか、こう、さらっとできるようなタイプの方なんかね。
ああ、確かに確かに。そうだね。それはなんか見てて思ったね。ね、なんか、りょうきってそういうなんか、いやらしさ感じないよね。なんかさ、すごい、なんか、良い周到に調べなきゃみたいな。まあ別にそういう面があっていいと思うんだけど、なんかりょうきはそういうのをさらっとやる、なんかかっこよさあるな、みたいな。わかる。なんかさ、結構その、なんて言うんだろう。持ち上げるみたいなのがさ、わかりやすい場合もあったりするじゃん。うん、なんかそういうトークって。うんうん、だけど、りょうきはそれがなくて、ほんと自然だし、うんうん、うん、なんか本当に思ってるのが伝わってくるよね。うん、いや、本当に。だから、なんか感心してしまってさ、本当に。わかるわかる。うん、めっちゃよかった。なんか、だからさ、りょうきの個人インスタとかにさ、氷川きよしさんのツーショットとか、うん、出る日がもしかしたら来るかもしれない。ありえる。ねえ、なんか、氷川さんとご飯行ってきました、みたいな。ありえる。なんか知らんけ、りょうきってさ、なんか、その、どんなものでも結構ありえそうな気がせん。そう。なんか今ちょっと、冗談半分で言ったつもりが、なんか言っとるうちにどんどんあれあるかもなって思ってきたよね。口に出したら有言実行みたいな、そういう感じになってきたね。そうそうそう。だから、りょうきはさ、本当になんかそんな感じしちゃうよね。うわー、うん、すごいね。いや、すごいねって言えば、まだ言ってないんよ。そう。まだ言ってないんだけど。面白いね。そのうちタモリさんとかともなんか、ご飯行きそうだよね。どんなきっかけで？それはまず M ステ出んといけんのよ。ああ、M ステ出てほしいね。うん。でさ、次、ま、ステージ披露あったけど、うん、なんかさ、今回、あえてシャイニングワンっていうのはなんかすごいチョイスいいよね。ね、いや、本当に。なんか、上のさ、テロップとかでもさ、原点のオーディション課題曲みたいな。なんか紹介もあってさ、うん、やっぱ特別な大切な曲って感じするよね。うん、確かに。しかもさ、この衣装もさ、ミュージックで日テレのやつかな、なんか特番で着てたことはあるけど、うん、なんか最近この衣装じゃない、なんか黒衣装多かったじゃん最近は。うんうんうん、そういろんなジャンルの黒衣装みたいなさ、今回この衣装久々に見てさ、あの踊ってるのも含めて、うんうん、そう、なんかシュッとしててなんかまたいいじゃんってなったよね。ね、なんかこのブラウンベースっていうかさ、うん、結構色合いとかもさ、みんな統一されとってすごくいいよね。うん、うん、個人的にはね、ジュノンの感じがめっちゃ好きです。あー、ネクタイジュノンね。そうそう、シュッとしたネクタイジュノンね。しかもなんかあれさ、ちょっとネクタイさ、ハートの矢が刺さっとる可愛い柄でさ小まけそうそう、それなんか可愛いなと思ってね。確かに、でもジュノンならそういうのさ、つけててもなんか合うよね。うん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 。で、今回はさ、ステージ、まあ、相変わらず生歌でさ、やってくださったけど、やっぱ変わらずさ、バチバチに上手くてさ、お歌が。いや、本当に、みんなマジで上手かったね。なんか後半になればなるほど上手くて。うんうん、あ、わかるわかる。ね。いや、さすがってなったしさ。うん、なんかなんならダンスもめちゃくちゃ良かったな。ソータさんのさ、センターのさ、あのダンスブレイクのとこ、なんかマラトがさ、うん、ブンブンって真ん中で来て、なんかいつもだったらさ、パスするじゃん。うんうんうん。ソータさんに。ソータさんはさ、それいつも受け取ってたけど、今回なんか、なんだろう。なんか、なんか、後ろにさ、マトリックスしてたんよ。いや、わかる。そう。めっちゃそっとったよね。マトリックス伝わりますか？世代的なやつは大丈夫ですかね。うん。そう、なんかすごくてさ、なんか、気迫みたいなのがめっちゃすごくて。そう。確かに、そこのダンスブレイク、ほんとちょっと、やっぱ尋常じゃなかったよね。うん。うん。いや、なんかさ、ソータさんだけでフォーカスしたときに、その2番がなかったから、そう、なんかラップパート、あのソータさんのさ、ラップのところが、まあない状態で次行くみたいな感じだったから、あ、ちょっとパート少ないなって思ったんだけど、うん。いや、もうそんなの関係ねえ。そんなの関係ねえって感じだったじゃん。いや、そうだね。おっぱっぴーだったね。ピーや。そう。いや、長いんよ。よしお長いの。よしお好きなんよ、ちょっと。そう。なんか本当、なんか、うん。なんか、そのね、パート、歌のパートってかラップのとこがなかったのはちょっと残念だったけども、そんなのさ、本当関係ないってまた言っちゃった。同じことないんだよ。そう。なんか、取り戻すったらだけど、なんかもうそれ以上のもの見せてあるで、みたいな。うんうん。あ、めちゃくちゃ爪痕残したよね。いやー、なんか、たくましさがすごかったよ。そうだな。うん。そう。いつにも増してブルブルしてたもんね。いや、わかる。最初のサビのブルブルめっちゃえげつなかったよね。いや、そう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 。さ、今回はさ、すごい、めっちゃりゅうちゃんうまかったんだけど、なんかちょっとさ、パートを歌えてなかったとこあったじゃん、少し。あー、出だしみたいなとこね。そうそうそう。うん。でもさ、なんか多分こんなこと言ったら、りゅうちゃんはそんなこと言わないでって言うかもしれないけどさ、なんかそれ見た瞬間可愛いってなったのは、もう本当に過保護オタクのやつなんかね。わかる。ね。頑張ったね、かわいいね、みたいな。そうなんそういう感じになっちゃったね。
なんかさ、うちらさ、ズームでこうやってて、なんかどっちかがさ、うん、なんかテレビでこうやって見てたりしさ、うんうん、そのステージのとこね、もう一回見返したりしたときにさ、うん、そのパート来たときに、つい本当にさ、漏れた状態で可愛いって言ってたもんね。そうそう。ボソッと普通に出たよね。いやなんかさ、珍しいらしくてさ、リュウちゃんが。確かにいいと思って、うん。確かにね、初めて見たね、こういうのね。うん。まあ、リュウちゃん自身ももしかしたら悔しいとか持ってるかもしれないけど。うん。まあ、人ですから。うん。そう。もう生歌だからこそ起きるハプニングだよね。うん。うん。それでいて、カホゴータクはなぜかこう、可愛いってなっちゃうから。ごめんねって、そこはごめんねって感じなんだけどさ。そう。でも可愛いか仕方ないよね。そうなん。しかも、そこでさ、シャイニーワーンってさ、まあ、ちゃんと切り替えて、入って真ん中来るじゃん。もうそこの表情とか切り替えっぷりとかも半端なくて、めっちゃ良くて。いや、わかる。うん。なんかもうさすがってなったもん。あ、そうそう。全然さ、そういう、なんか感じ、ちょっとこう、今歌えなかったなみたいなところがあったとしても、なんかそれを引きずらない感じで、うん、すぐさって切り替えて、うん、もう普通にさ、没頭してる感じだったから、で、しかも本当に良くて、もうね、リュウちゃんってなんてあんないんかね。いや、わからん。ちょっと教えてほしい、こっちは。あ、待って待って、若君だったね。そう、若君味あるからもう。そう、今もう若君なんよ。うんうんうん。そうだね、やっぱちょっと大人になったらさ、名前変わったりするもんね、幼少期からね。うん、そうだね、ちょっと分からんけど、それは。あとさ、マナトは、やっぱね、安定のうまさ、いやなんかね、すごい、絶対外さないし。ダンスもバキバキだし、うん、それでダンスブレイクってマナトもさ、こう、ソータに持ってくまでのところでさっき言ったけどさ、センターで踊ったりするじゃん。そこもマジでバンバンみたいな感じな、うん。そう。なんかさ、そうなん。なんか気づいたらマナトすごいみたいな。なんかさりげなくすげえみたいな。ねえ。なんかね、なんかいてくれてありがとう案件だよね。うん、いや、本当に。いや、みんなそうなんだけど、やっぱマナトはなんかこう、ステージにおける信頼感みたいなのは、マジでえげつないよね。うん、わかるわかる。そうだね。なんか抜群。いや、なんかさ、最近さ、なんかザスト見てて、そのやっぱまだ、この表現のこのさ、もっと振り切れ、自分を出せみたいな課題があったじゃん。うん。いや、からのさ、このさ、ビーファーストマナトは確かにやばいよな、みたいな。うん。そう、ずっとやばいから、うん、なんかどこでそうなんかさ、変身したのか、メイクアップしたのか。ああ、プリズンパワー？そう、プリズンパワーしたのか、ちょっと見物だよね。わあ、そっか、セーラームーンだったんだ、マナトって。そう、でも違うよ。違うけども。うん、月に変わって美味しいようだね。あ、これモスバーガーね。それ食べたいやつ、俺が。でさ、次、リョウキなんだけど、うん、リョウキさ、もう自分のパートの見せ方すごいじゃん。なんか、まあ、まあ、全部すごいだけど、カメラ抜かれた時の、なんか圧倒的パフォーマンスがさ、うん、来たこれみたいなやつがさ、すごくて、なんか例えば、なんか運命からの招待のとことかさ、うん、なんか可愛いし、ウィンクするし、みたいな。うんうん。なんかすごい技見せてくるみたいな。ねえ。なんか、リョウキってマジでそういうところがほんとえげつないよね。そうな、もうぐっとね、見入っちゃう。うん。いや、てか、もうなんだそこだけじゃないね。もう全部いいもんね。だってさ、Can you feel it? なところさ、すごいじゃん。そこも好き。うん。なんかあの、なんだろう。なんか待ってて自分がいるみたいなとこあるよね。リョウキのさ、そういうパートって。うん、そう。今日はどう来るかなみたいなね。ああ、そうそうそう。ほんとそう、ほんとそう。なんかほんと舞台見てるみたいな感じ。うん、その、やっぱさ、ステージによってさ、そう、ちょっと違ったりするじゃん、演技の感じが。そうだね。なんか見せ方変えてきたりするよね。そうそうそう。まあ、これ私、ガラスの仮面で、あの、学んだやつなんだけど。漫画うん、そう。リョウキ、ほんとそういうなんか、楽しみというかさ、あ、今日どうするんだろうみたいな、うんうんうん、そう、面白さがあるよね。わかるわかる。あとさ、お豆ちゃん、元お豆ちゃんのさ、シュントはさ、うん、あの、ちょっとラップパートみたいなとこあるじゃん。まあ、ラップまではいかないけどさ、なんてれてんてれてんてんのところ。うんうんうん。なんか、あそこ入るときに、ちょっとまたニヤッとしとる、また。あー、得意なやつだ。そうそうそう。なんか、ニヤッとした後に、なんかちょっとオラつき出してくる感じ。うん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 。いいよね。なんかいろんな表情見せてくれるよね。そう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 。なんかなんならなんかちょっとたまにパッて目開いて、うん。で、最後、ほら見てるみたいな顔するん。ああ、わかる。最高の未完成のところでしょ。そうそうそう。そう。ちょっとキリッとした顔して、ニヤッとして、すげえ微笑む。そう。
もう口で手を押さえるから、うちら。そう。やばいよね、あそこね。あの表情にね、やられた、マジで。いや、てか、シュントはマジそういう、だからさ、スター性のやつだから。いや、もうみんなスターなんだけどさ。うん、うん、うんうん。ステージのなんか、ね。うん。シュントもシュントですごい引き込んでくるんよね、こっちを。ほんとそう。ねえ、奥さん。ねえ。誰井戸端会議。さ、レオくんはさ、なんか、りょうきのさ、Can you feel の前のさ、タチオハーのとこ、もうなんか、優しいどっしりワンちゃんで、なんか、あそこすごいね、めちゃくちゃ好きなん。いや、いいね。ここさ、雰囲気めちゃくちゃあるっていうかさ。そう。なんか置いてくるん、ちゃんと優しくそっと。でもこういう歌唱のとこって難しくないんかね。私的には結構地味に難しいと思うんだけど。そうだね。なんか音少ないし、なんて言うんだろう。で、もう声だけで勝負みたいなとこあるじゃんね。うん。なんか多少ハーっとって、うん、なんか音程もむずくない？ちょっと。わかるわかる。そう。だからそういうとこもさ、確実にものにしてくる。なんか確実にちゃんと見せてくる。レオくんいいよね。てかね、あのね、そのさっき衣装の話もしたけど、レオくんの衣装もさ、私ちょっと思ったんだけどさ、うん、なんか最近やっぱ黒衣装でさ、ジャケット、同じジャケット着ててもやっぱちょっとシュッとしてる感じだったじゃん。うんうん。なんかさ、今回そのジャケットの中がちょっとカラーのシャツでさ、うん。柄シャツで、だからかわからんけど、なんかそのなんか、この厚みみたいなすごい感じでさ、レオくんの体型の。あー、確かに確かに。そう。だからその大きいワンちゃんっていうのはマジでそうだなって思った。そうだね。確かに結構どっしりってかがっしりしてるよね。うん、すごいね。うん、こんな、ザストの時そこまでだったっけみたいな。まあ、鍛えとるんかね。鍛えとるんかもしれんね、もしかしたらね。うん。うん、またちょっと違った印象でさ、あ、いいなと思ったよね。うん、いいね、いいね。うん。で、我らのジュノンね。はい。我らのとは。我らのとは。大好き、元もちもちジュノンね。うん。なんかまずさ、ジュノン、なんかダンスで、いや、前から上手かったけど、やっぱ、シャイニングワンですごい踊り込み、うんしてるから、うまいって思う瞬間めっちゃ多くてさ、ジュノンが。うん、そうだね。そうそうそう。で、表情もさ、余裕あるから、え、めちゃめちゃかっこいいってなってさ。わかる。ねえ、ほんと、すごい成長したねって思うよね。うん。もう誰って感じだけど。いや、ほんとに。でも、うん、なんかジュノンのこのなんか応援の感じって、やっぱりさ、成長物語を見るみたいなところも、結構ジュノンはちょっと強いじゃん。うんそうだね。うん。だからやっぱこの成長していくところ見れるっていうかさ、成長してるって感じられるのがすごい嬉しいみたいな。うん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 。うん、なんか、頑張っとるねみたいな。そうそう。本当だからあのダンスブレイクのとことかさ。うん。うん。ソータのブルブルはもちろんさ、すごい引き込まれるけど、ちゃんと後ろでジュノもね、めちゃかっこいい子踊っとるから。わかる。ね。やっぱさ、そっか。なんか、あの、失禁のどなたかが、ジュノンのやっぱ骨格もすごいし、その色気も絶対すごいみたいなことを、もう言ってる動画があるって、こうコメントでさ、うん、いただいたから、うん。やっぱそういうなんかこの、ジュノンの良さみたいなのがやっぱどんどんね、うん、出てきとるんやろね。そうだね。確かに身長も大きいしさ、フォルムが綺麗っていうかさ、シュッとしてるから。うんうんうん。ほんとダンス映えするよね。うん。でいて、やっぱジュノンのさ、もう、BMSG フェスだと社長にさ、もう経験、立派な経験者だよって言われてた歌は、やっぱさすがのうまさだったし。そうだね。経験者。うん、やっぱジュノはもう歌はもう完全に安定感あってさ、もう頼もしさでしかないよね。うん、本当にそう。うん。うん。で、以上でね、今回は歌コンに出演した BE:FIRST の感想、ステージの感想言ってたけど、素晴らしかったね。ねえ、本当になんか、やっぱり、一曲パフォーマンスだけでも本当、なんか、しかも、シャイニングワンはさ、結構いろいろ見てきたけど、なんか、未だになんか、新しい発見とか、どんどん出てくるよね、感想がね。うん。そうなん、そうなん。なんか、やっぱこの生歌だからこそ、こう、感想を、こう、なんか、たくさん得るみたいなとこあるよね。うんうん、確かに確かに。うん。しかも、このフェス後っていうのはまた、なんかね、また違うステージに行って、新章突入だからさ、なんせ。うん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 。うん。いや、いいね。うん。だから、新章で、新章突入したから、あえて原点みたいな。ああ、そういうこと、え、知ってた ?BMSG フェスやってたこと。まあ、知ってるか ?NHK さんも。わからん。まあ、曲はもうどっちからね、お願いしますなんか、この曲でやりますなんかわからんけど。うん。いや、でもなんか、あえてっぽい気はするよね。そうだね。まあ、だからさ、次の BE:FIRST の活動が楽しみだよね。そうだね。